文章で書きますと、調教師も教員もやりがいのある素晴らしい仕事ということをここに書かせていただきました。はい、自分で言うのちょっと恥ずかしい感じもしますけど、はい、で、はい、で次が人も馬も幸せになるために考える力をつける、はい、このぜひ考える力を、はい、つけてほしいです。はい、はい、大変お待たせしました。すみません、先生も大変お待たせしました。すみません、ちょっと喋りすぎて本当に申し訳ないです。お待たせしちゃって。長年藤沢和夫厩舎で従事してきたということで、今ここまで渡辺さんのこのプレゼンテーションといいますか、お話を聞いて先生どう思われましたか？はい、このように熱い男だったんで、こういう仕事をしたいということで私も賛同して、ただ一つ条件は一生懸命担当が面倒を見て海老名調教師に迷惑をかけないという条件で私も引き受けしました。はい、今日はたくさんの方お見えになってるんですけど、残念ながら私はダートの重賞は一つしか買ってないんで、今週のフェブラリーステークスはちょっと参考にならないと思うので、文科省あたりからちょっと力を出す調教師だったので、はい、最初に厩舎にみんな朝仕事に来るんですけど、必ずおはようっていう声をかけるようにと。どうしても時間ギリギリに来ちゃうと忙しいから、もうすぐこう目視をつけて蔵をつけて寝笑を上げてって入っちゃうんで、とにかくちょっと余裕を持ってくると、おはようゆっくり寝れたか、そこから始まると馬はすごく喜んでくるようになるんですけど、いきなりもう目視持ってったりするともう次の日から寄ってこなくなるし、そういう動物なんで、私はこれはイギリスで習ったんで、ですから家でいろんなことがあってもやはり厩舎に来た時は話しかけて馬を取り扱うと自分の気持ちも和むし、私がまた怒ると従業員馬に当たると困るんで、そういうわけで私はすごく気を使って優しく私が心がけてました。井上さん、今の話を聞いていかがですか？あ、僕本当これ一回も怒られたことないです。そうなんですね。はい、本当にないです。今渡辺さんが海老名厩舎に厩務員として所属をしているわけなんですけど、今でもこの藤沢先生の教えっていうのは今の担当たちにも実践されていますか？あ、もちろんそうです。はい、やっぱりその先生の引退したタイミングもあってスタッフもみんな一緒なんで、はい、みんな先生に教わった通り今でもやってます。はい、彼は辞める5、6年前ですかね、厩舎に来たんですけど、それで難しいものたくさんいたんですけど、いろんな、担当してもらったんですけど、最後に担当してもらったのがこれはレグリアって馬だったんですけど、とにかく餌のあまり食べない子な、若いメス馬は2歳のうちはほとんど食べないんですけど、彼女はまた特別食べなかったんです。はい、おばさんになったら食べるのは分かってるから私は我慢してたんだけど彼はもう担当者ですからね、もう心配になって心配になって、どうしたらいい、牧場行って会話どういう会話やったか聞きに行っていいですかって、牧場行ったら気楽だから馬は食べるけどね、厩舎行くと周りにはもう先輩のおじさんおばさんがいて毎日強い調教をしてすごい鼻息で走ってるのを見てるから、もうそれで嫌になっちゃって全然食べなかっただけでね、そういうわけで一生懸命やってくれたんですけど、馬はなかなか言うことを聞かないで会話は食べてなかったのをよく見てました。そうですね、やっぱさっきの餌の話もそうですけど、はい、やっぱり反応のすごい早い馬だったんで、なんか物音ちょっとバーンって飛んでくるんで、やっぱ自分も飛ばされないように気をつけて、それ自分体宙に行くぐらい飛んでっちゃうんで、はい、でも、はい、それでもなんとかこれ話したら大変だと思って話さないようにはして頑張ってその辺はやりましたけど、はい、なぜかラジオがとても好きだったんで、はい、藤沢厩舎っていうのは普段周りの物音とかにびっくりしないようにってことでラジオが常に厩舎にかかってるんですけど、特にラジオが好きで、ラジオ
の、 その機械の前で耳をそこに当てていつもずっと聞いてて、はい、でなんか野球と相撲はあんまり好きじゃなかった国会中継が一番好きです。そうですね、あの現役の時にはね、あのいつもパドックはあのいつも不安で調教足りてるかなと思っていつもあの少し調教学びじゃなくてやっときゃいかったんじゃないかなといつも思ってあの見てました。ただあの馬がどれくらいあの気合入ってるか、不安そうか、自信ありそうか、この辺だけはよくあのやはり自信のない子はちょっとおどおどしちゃうんで、なるべくこうゆったり堂々としてる馬が良かったんで、なるべくそういう馬を求めて見てました。最後の方にあの途中で気づいたんですけど、馬を選ぶよりきちっとした調教をした方が調教師として成功できるんじゃないかということに気づいたんで、あの東西馬一歳馬 の、 あの見てくださいってあの行くんですけど、セリバーでも行きました。あの同じ世代で目立つ子がいますよね。よく高馬なのに1歳みたいな、1歳なのに2歳みたいな立派な体して、まあ、黒くて大きな馬は大体よく見えるんだけど、あの私記録は取ってあるんですけど、ほとんど目立った馬で成績上げた馬はいなかったです。対比すると誰でも分かるんです、大きな馬とか。それであのその馬が走るんであればみんなが分かっちゃうから、そういうことはほとんどないんで、案外と走りやすい馬っていうのはあの言葉悪いですけど野生馬に多いです、はい、肉付きのいい光ってる馬は気をつけてくださいどんな状態があのハッピーかというと、会話をリンゴを食べたり人参を食べたり餌を食べたり食事の時と、あと調教が終わって調教場から厩舎へ帰ってくるとき、子供たちが学校から帰ってくるときと同じくらいいい波足で帰ってきますあの私仕事ですけど、私はあの双眼鏡であの競馬は見たことないんです。最初の頃見てたんですけど、双眼鏡で一頭の自分の馬を見るとクローズアップですからかっこいいんです後ろの方走ってるまでもいいフットワークで走ってるんですそういうわけであの見てないんですけど、あの調教の時もあの騎手調教女子があの乗ってるんですけど、あのスタンド前っていうのはグリーンチャンネル、もちろんカメラもある。それでみんなマスコミの人も他の調教師も清盛さんもみんな見て、みんなかっこよく乗ろうと思って、乗り手はみんな気を使ってます。私はスタンドで上からこう見ないで下で見るというのは、まずあのスタンドっていうのは皆さんも競馬行ったら分かる通り、ここに大きなビルがあって屋根がついてるじゃないですか。そうすると集音機みたいになってるんで、馬が走ってる時のあの本馬場の硬さとか音がよく聞こえるんです。2階にじゃガラス越しだしもちろん聞こえないんだけど、1階にいるとあの馬場が硬いのかなっていうのもよく分かるし、馬の息遣いもよくわかるし、そういうわけで私は1回であの見てるわけで、そのフットワークがいい悪いはその前回は悪かったけど今回いいっていうのはなかなかその比較はすごく難しいと思います。ほとんど皆さん見てる前ですからかっこよく乗ろうと思ってるし、時計的にもそんなに変わんない。ゴール前バタバタの時は前半飛ばしたからバタバタだけの話で、あのみんなそんなに遜色はないと思うんで、ただあのなるべく馬の近くで1回で馬の息遣いを聞きながら見ると、やっぱりすごく2回にいるよりはあの馬の仕上がりも喉の問題ある馬も鼻鳴らす馬もよく聞こえるんで、そういうわけで私は下で見させてもらってます。23くらいですかね、はい、じゃあまだ調教師免許
そうです、この社会入る前です。学校を卒業してすぐです。じゃあまだ藤田先生じゃない時に転職した。はい、わかりました。それで、イギリスの調教師に言われたら、私、カズオチュンです。カズ、トークとホースって言うんです。常に話しろと。ということで、馬に乗って乗りながらでも話をするということ。もちろん、朝、来てから、厩舎来てから、馬にも話しかけたり。とにかく、そういうふうに教わってきたんですけど、日本へ来たら馬と話してた。変わってんじゃねえか、あいつという感じでしたね、当時はね。今はもうなんともない、みんなが話すようになったんですけど、今はもうすごくこう馬に触れる機会が多くなったし、また外国から短期免許で来る騎手がパドックで、皆さん見ての通り、とにかく馬を競馬ゲート行くまでは触れますよね、話しかけながら。この機会、日本の騎手より圧倒的に長い時間こう馬に触れて、これから仕事だから頑張れよって言ってるのかもしれない。そういう時代が来たのかなと思います。なべさんから引退した今だからこそ、なべさんから聞ける、なべさんにこう藤田先生に聞いてみたいことってあるんじゃないですか。そうですね、聞いてみたいこと、そうですね、まあ藤田厩舎にいたからならでは感じるということでは、僕その藤田厩舎の前は違う厩舎にいたんですけど、で肌から見てて、藤沢厩舎ってすごい馬がいっぱいいて、だからすごいいっぱい飼ってるんだろうなと思ってて、で自分が実際厩舎に入ったんですよ。そしたらそこで感じたのって、まあいい馬だけど別に飛び抜けてよくないなと思ったんですよ、やっぱ馬は馬だなっていうぐらいの。だけど勝つんですよ、その馬が。だから僕の感覚でこの馬は2個ぐらいかなって、勝って2個ぐらいかなっていうのが3つ勝つんです。でやっぱりそれっていうのは、まあ、どうしてかなって、それもずっと考えてたんですけど、まあやっぱり慌てて使わないとか、そういう馬を叩かないとか、まあ、やっぱりそういうところから来てるのかなっていう。だ結局藤沢厩舎の馬は、まあすごい馬がいっぱいいましたけど、まあ、平均してみんな1個か2個は多く飼ってたなっていうイメージはあって、はい、そうですね。だから僕が中にいてよく感じてたのはあれですね、その、まあ、先生も先ほど言ってましたけど、ダートの重賞を買ったことはない。でも触ってる感じは、これダート使ったらもっといっぱい勝てるなっていうのもやっぱりいるんですよ、だから逆にそうですね、ただ、だその辺がどうしてダートをあまり使わなかったのかなっていうのはちょっと聞いてみたいな。聞いちゃいましょう、聞いちゃいましょう。先生、田辺さんから質問があるそうですので、ぜひ答えてください。はい、そうですね、まあ、あんまり友達が大いにいたり、小林文書にいるんで、そこら辺を考えてあまり使わないようにしました。走った馬もいるし、走れなかった馬もいるんで、ただ引退した後、みんな無事に場外へ行ったり、いろんなところへ行ってもらいたいんですけど、やはり競走馬っていうのは大食いではないんですけど、高価なものを食べるんで結構大変なんです、維持費が。そういうわけで競走馬たくさんみんなが売れるんで生産してるんですけど、やはり牧場の人も馬主さんの人も競馬会の人もみんなやはり馬の引退後とか考えてもらいたいし、私も田辺君も一生懸命やってくれてるんで、その辺は少し協力したいなと思ってます。はい、これから田辺さんと渡辺さんと、そして先生とのコラボレーション、どんな活動が展開されていくのか、非常に楽しみだと思います。大変まだまだお話を聞きたいところではあるんですけれども、会場のお時間となってしまいましたので、ただいまをもちまして、藤沢和夫元調教師、そしてハッピーホースクリエイター代表理事で JRA 厩務員の渡辺隆文さんによるトークショーを終了とさせていただきます。先生、今日はどうでしたか。もう一回調教師だったくらいでした。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。